視聴者の皆様、こんにちは。今回は理由はわからないけど、同僚からハブられてる気がします。と嘆くイッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。突然なんですけど、私の話を聞いてください。社会人になってからの人間関係は、学生時代の人間関係とは、また違いますよね。学生時代は同級生ですが、会社では年齢もバラバラで、権力者からの圧もあります。それでもうまくやっていくのが、大人なんでしょうね。人間関係なんて生まれてから、永遠の眠りにつくまで、ずっとついて回るものじゃねえの？人は一人では生きていけないからな。俺だって引きこもってても、おとんとおかんとは関わってるからな。ほんと、ワイも思うけど、引きこもりニートの天下だと思う。だってワイ今何の悩みもないし、毎日幸せだぜ。オイラは二次元の世界だけで生きてるから楽だよ。二次元の人はオイラを裏切らない。オイラの理想の形がそこにはある。確かに。スレミンに人間関係云々言っても、解決にはならないと思います。でも、私がされた仕打ちは、到底許されることではないんです。じゃあ、イッチは何を訴えたくて、このスレを立てたのか、もう一度端的に教えて。理由はわからないのですが、同僚からハブられている気がするんです。このままでは私、孤立して、辞めることになるかもしれません。それはだいぶ追い込まれてるね。OK、わかった。詳しく話聞きたいから、まずは簡単に、イッチの自己紹介からよろしく。私は27歳の OL。今の会社に勤めて5年になります。それほど有名な会社ではないのですが、上場企業でこれから伸びていくことを、約束されていました。社員一同、同じ目標に向かい、とてもやりがいのある会社だったんです。私は F ランクの大学を出て、今の会社に入りました。学歴や出身大学など関係なく、対等に評価され、こんな私でも、上に行ける環境です。とはいえ、私は事務職ですから、社員の方々を裏でサポートするのが役目。社員の方々がスムーズに仕事を進められるように、雑用をこなすこと。それが私に与えられた使命。私のように事務職をしているのは、A 子さんと B 美さん、私を入れて3名です。これは絶対的に人手が足りていません。他部署の方々からはちょっと下に、見られています。期限切れの領収書を平気で持ってきたり、膨大な資料の中から必要部分をコピーしてとか。そのせいで毎日残業している始末。もし私たち3人が仕事を放棄したら、途端に周りは機能しなくなると思います。だから私は単純作業、同じことの繰り返しでも、全く不満はありませんし、誇りを持っています。単純作業でやりがいねえ。誰でもできるような仕事で、ドヤ顔されても、もしイッチが今、辞めたいって言ったら、すぐ切ってくれるよ。代わりなんていくらでもいる。けど事務職の求人の倍率すごいんだよ。だいたい女子から人気ある。楽そうだなって思われるんじゃね？さっき代わりはいくらでもいるって言ったけど、事務職なら結婚、出産等で辞めやすいんじゃ？そこまで愛社精神ないだろ？そりゃあ中には腰掛けの人もいるかもしれません。でも仕事自体は責任感を持って、プライドを持っている人ばかりです。少なくとも私も A 子さんも B 美さんも、そういう心つもりでいます。じゃあ、A 子さんと B 美さんのこと、少し教えてよ。判断基準にするからさ。はい、A 子さんは25歳、B 美さんは23歳。私より年下です。A 子さんにも B 美さんにも、私が仕事を教え込みました。A 子さんも B 美さんも素直で吸収力が高く、とても優秀。私より仕事ができるんじゃないかと思います。A 子さんに至っては、社員の D 伝さんと、付き合っていて、公私ともに順調そう。社内恋愛だと、お互いの仕事の大変さがわかる分、理解し合って、妥協する部分もあるでしょう。イッチはどうなんだ？彼氏いるの？やば、これはセクハラになっちゃうか？いやいやそこんとこは気になるよ。恋人がいるとモチベーションも上がって、その結果、仕事の効率が上がる。そして上司からも認められて、褒められる。いい流れじゃないか。恋愛は人を強くするし、育てるんだよ。私には今は彼氏はいません。スレミンは恋愛してるとモチベーションが上がると言いますが、その反対もあるんです。彼氏と喧嘩なんかした日には、メンエラ起こして、パフォーマンスが下がるし、休んでしまう子もいる。それくらい恋愛って依存して、仕事に影響を与える、一番厄介なことだと思います。話がちょっとそれたから、軌道修正してと。じゃあ、イッチは普段どんな仕事してるの？ A 子と B 人はうまくやってるの？冒頭で人間関係云々言ってたけど、たった3人で人間関係悩むのか？ A 子さんも B 美さんもとてもいい子です。二人とも、私が指導してきたのですが、素直で器用。私が何か指示しなくても、自分から率先して仕事を探す。だから他の社員さんからの評判は高いです。私自身、私が育てた優秀な子たちだと、認めているところ。なんなら私がいなくても、仕事が回っている感じもありました。普通にイッチがポンコツなんじゃねえの？
自分が育てたとかいうところが痛い。そもそも A 子と BB が持っていたポテンシャルが、生かされてるってこと。一致のおかげじゃないんだよ。何か年上だからって、勘違いしてない？何か嫌な予感がする。一致は無意識に A 子と BB を、こき使ってるとかないよね。言っちゃえば、一致なんかに頼らなくても、A 子と BB だけで仕事が完結してそうだけど。いえ、私は私なりに精一杯仕事しています。A 子さんと BB さんには、なるべく楽な仕事を振っているのです。大変そうな業務は私が先導を切ってやっています。でも、スレミンみたいな人いるんですよ。それが A 子さんと社内恋愛中のディータさん。私はディータさんにこんな言いがかりを、つけられたんです。一致さん、ちょっと話いいかな？ディータさんは今までほとんど話したことありません。A 子と BB さんから相談受けてるんだけど、心当たりない？なんでいきなり喧嘩腰なの？思い当たることは何も。3人で当番制にしてたことあるよね。鍵の管理や資料のまとめ。これはルーティンになってたはずだけど。だからなんですか？なんで私たちの仕事に関係ないディータさんが、口出ししてくるんですか？A 子さんにどういう風に話を聞いたのか、知りませんけど、失礼じゃないですか？短気な私はついカーッとなりました。ディータさんの方が先輩であるけれど、ひるまずに言い返すことが私のプライドの高さゆえか。A 子も BB さんも、直接一致さんに言えないから、思い悩んで俺に相談してきたんだよ。鍵の管理や資料まとめだけじゃない。会議の資料の用意や、膨大な領収書の精算とか、その他もろもろ。仕事のほとんどを A 子と BB さんに押し付けて、一致さん自身はずっと休憩室や、喫煙所にいたんでしょ？ A 子さんは単に私のことを聞くって、自分の株を上げようとしている。私より立場が上の人を使って、なんて卑怯なの。それだけじゃない。君は自分より下の後輩や新入社員には、塩対応。うっかり領収書の提出が遅れた人に対して、脅したよね。脅し？脅しなんかしてませんけど、私も強気に出ます。次の時にも遅れたら、上司に言って、減給扱いにしてもらうとか言っただろ。だからみんな一致さんを避けて、A 子や BB さんに押し付けるようになった。そうなると必然的に A 子や BB さんの、仕事量も増えるだろ。A 子も BB さんも連日残業せざるを得ない。それなのに一致さんは、毎日、定時になるとさっさと帰るよね。ぐち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 、男のくせにしつこい。容量が悪くて仕事が遅くなるのは、自分の責任でしょ。何でもかんでも私に文句つけないでもらえます？ディータさんは A 子さんの彼氏ですよね。だからって A 子さんの言い分だけで一方的に、責め立てるのはいいんですか？目に余るんだよ、一致さんの行動や態度が。仕事をしないのなら自主退職した方が、会社のためにもいいよ。新しく事務をしてくれる人を、入れてもらった方が、効率的だし治安も良くなる。それが嫌なら改めることだね。今度同じことがあったら、躊躇なく上司に報告するからね。おお、ディータかっこいいね。A 子も BB も限界だったんだね。やっぱり一致の裏の顔が暴露されたか。最初から綺麗事ばかりで、何も刺さらなかったんだよな。普通に一致のやってること下水よ。自分の権力や立場を使って、後輩を脅したのと同じ。給料泥棒って一致みたいな人のこと言う。先輩格のディータが詰めても、ずっと反抗的。自分で悪いことしてるとは思ってないのか、A 子と BB を甘く見てたね。だけどディータが忠告したことで、A 子と BB にますますストレスが向かなきゃいいけど、仕事のことを舐めてるんだよな。A 子と BB はもろに被害者だけど、他の社員にも迷惑かけてることに気づいてない。だから満を持してディータが代表して、一致に話したんだろ。これで一致が改心するとは思えないが。ディータさんに厳しく言われ、さすがに今のままでは良くないと思いました。A 子さんと BB さんともうまくやっていかないと、私の居場所を奪われるという危機感。今さら転職なんてとんでもない。一からまた築き上げるなんてできない。表面上は A 子さんと BB さんとも、うまくやれているようでした。仕事も A 子さん BB さんに、すべてを押し付けないようにし、残業もしました。それにしても、事務職で残業とか、仕事量が多すぎる。私と同期で入社した3人の男性社員は、営業畑で頑張っている。特に同期のうち2人は、営業成績が常に1位か2位。でも、外回りでうまく時間を使えば、車の中で昼寝したり、サボったり、そういう話を聞いていると、私は常に監視されてる中で仕事をしているのだから、サボりようがないんです。そういう思いやりのない言葉やめなよ。普通にリスペクトものじゃない？一致には感謝の気持ちがなさすぎる。同期の活躍ぶり、素晴らしいじゃん。一致は常にいかに楽に給料をもらえるかしか、頭にないんか？だからサボり方とかの思考回路しかないんだな。哀れだな。一致も仕事を辞めてニートになって、引きこもりやってみたら？そしたら全てが解決するよ。引きこもりこそ、究極の幸せだからう。この日、私は大阪駅の新幹線乗り場に来ていました。
階段を降りてくる A 子さんと B 美さんの姿が見えてきたので、大きく手を振ったんです。この時、A 子さんと B 美さんは、明らかによ、としていましたが、見てないふりをして、浮かない顔でどうして一輝さんが?と聞いてきました。同じ新幹線のチケット取れなくて、一本前の新幹線で来たの。まあ、15部程度しか待ってないから、気にしないで、さてたこ焼き隠し勝つか、大阪はグルメの街だからね、楽しみ。やたらテンションが高い私に、A 子さんも B 美さんもドン引き。日帰りの弾丸旅行みたいだけど、3人でホテル取っておいたわよ。せめて一泊していろいろ楽しみたいじゃない。テーマパークにも行きたいし、食べ歩きもね、ああ、荷物ロッカーに入れましょ。いろいろ持ってきたから重たくて重たくて。A 子さんと B 美さんは訳がわからない様子。それもそのはず。もともとこの大阪旅行は A 子さんと B 美さん二人が計画していたもの。私たち三人のグループメールの他に A 子さんと B 美さん二人だけのグループメールがあったのです。でも B 美さんが誤爆して三人の方に大阪旅行の明細を送ってしまったという。そこで初めて A 子さんと B 美さんが旅行へ行くことを知りました。あんなことがあったし、年上の私を気軽に誘えなかったのでしょう。だから私は先回りして、二人にサプライズ。A 子さんと B 美さんは、行き当たりばったりプランを立てていたようです。でもそれじゃつまらないと思い、何度か大阪へ来たことがあった私が、スケジュールを立てたわけ。まあ A 子さんと B 美さんへの、お詫び旅行というわけです。うわぁ、めちゃめちゃ迷惑、一番来てほしくない人物だろ。A 子と B 美がよ、としてドン引いた顔が、容易に想像できる。なんで一致はこんなにうぬぼれでドヤ顔なんだ?あんなことがあってもなお、一致は A 子と B 美に必要とされている、頼られていると思ってるの?ただの害悪な先輩としか思えないだろう。一致みたいに丸々してあげたっていう考えは、後々まで使われるよ。あの時丸々してあげたでしょ?って恩着せがましくね。そうそう、こっちはこれっぽちも求めてないのに、親切の押し売りね、末代まで言われ続けるよ。それにしても一致の勘違いっぷりは、呆れたを通り越して笑えるこんなの罰ゲームだろう。あの、一致さん、ちょっと待ってください。大阪城、海遊館を回ったところで、A 子さんが疲れたような口調で足を止めました。ん?どうしたの?これからテーマパークに行って、夜のパレード見るのよ。休んでる時間なんてないわ。まだ25歳と23歳でしょ。私よりずっと若いんだから、しっかりして。ちょっと予定を詰め込みすぎたかな?でも一泊二日じゃ時間が足りなさすぎる。私たち帰らせてもらいます。え?どうして?もうチケットも用意してるのに、夜遅くなってもいいように、近くのホテルも予約してるのよ。それも結構グレードの高いお部屋でね。私の心はすでにテーマパークへ飛んでいます。私たち別にテーマパークへ行くことは、予定に入れてません。このままたこ焼きをテイクアウトして、新幹線の中で食べながら帰りますから。ああ、疲れてるのね。じゃあ、近くのカフェで休憩しましょう。パレードまでまだ少し時間があるから大丈夫。私がおごるわ。私は気遣いを見せ、折れることも視野に入れました。それはひとえに A 子さんと B 美さんを楽しませるためにです。一致さん、いい加減にしてください。私と B 美さんはこんなことを望んでいません。わざと予定を立てないで、ガイドブックに載ってないようなお店を探す。ブラブラ歩いて穴場を見つける。そういうことを目的に大阪旅行に来たんです。A 子さんは興奮気味。いきなり大阪駅に現れて、望んでもいないスケジュールを勝手に立てられて、それに従うことを強制させられてるに過ぎません。会社でもそうですが、地球は一致さんを中心に回っていません。私と B 美さんが何でもはいはいと、いうことを聞くとでも思ってるんですか。私たちの意思も気持ちも察して、組んでくれないような先輩、いりません。帰ろ、B 美さん。A 子さんと B 美さんは背中を見せました。ちょっと待ちなさいよ、A 子さん、ディータさんと付き合ってるからって、調子に乗ってない?何でもかんでもディータさんに告げ口して、私が逆らえないように操作するつもりでしょ?でも残念ね、私はディータさんなんて、怖くもかゆくもないから、A 子さんを引き止めてまで、私は攻撃しました。私は大阪に詳しいから、A 子さんと B 美さんに楽しんでもらおうと思っただけ。そこには善意しかないわ。それを迷惑みたいに言えるその神経がおかしいの。ちょっと立場ある彼氏ができたからって、ヒロインまで同等だと思い上がらないことね。みっともない。私と A 子さんの口喧嘩はヒートアップ。いつも冷静でクールな A 子さんが、ここまで感情を乱されている姿は貴重。それでも私は後に引けません。ディータさんにチクった件も相まって、A 子さんに対する不満が爆発したのです。これ以上、無駄な討論続けても意味がありません。ここで失礼します。A 子さんと B 美さんは、今度こそ帰っていきました。私はまだ気が済まない中途半端な怒りを、ぶつける場所がありません。自分を収めるために、近くにあった居酒屋に入り、お酒で気を紛らわせようと飲んで飲んで、
いいねえ、イッチと英子のやりとり、女の嫌な部分が全部出ててすがすがしいわ。このやりとりの中だけでも、イッチの異常性がよくわかる。イッチに対して英子は大人だね。喧嘩の切り上げ方も良かった。この不毛なやりとりは確かに無駄だな。しかし、イッチの勘違いっぷりはひどいな。天然なのかわざとなのか。恐ろしく空気を読めない人なんだね。入社5年で周りや上司もわからなかったものかね。事務職は人気あるって言ってたから、イッチの部署替えとかもこの先ないのか？他の部署に行ったら、余計にイッチのポンコツっぷりが目立つから、仕方なく事務やらせてるんじゃねえの？会社ではなんだか雰囲気が違うことに、鈍感な私でも気づき始めました。A 子さんと B 美さんは普通に接してくれましたが、自ら仕事を先回りしてこなすようになり、私が全く機能しません。今まで別に威張っていたわけではありません。私が指示して仕事が回っていただけ。でも A 子さんも B 美さんも指示待ちをしない。徐々に私がここにいる必要性を感じなくなりました。要件があって社員に話しかけても、みんなそっけない感じ。今までは冗談の一つも言い合って、そこから笑いが生まれていました。でも今は私の顔も見ずに、そこに置いておいてと言われる始末。私何かしたっけ？どんどん不安になり、思い切って A 子さんと B 太さんに尋ねてみました。二人はちょくちょく一緒に帰っているので、そこを狙いました。なんだかみんなからはぶられてる気がするんだけど、A 子さん、何か私のことネガティブキャンペーン、してない？ A 子さんは黙って首を振ります。多分、私とはあまり関わりたくないのでしょう。イッチさん、俺も A 子も何一つ、君のことを話題にしてない。だけど周りの同僚たちは気づいたんだよ。イッチさんのずるさや傲慢さ、自己中なことに。だから必然的に喋らないようになっただけ。それをしかとされてるとかはぶられているとか、そう感じるのかもしれないけど、俺たちからしたらそれが当たり前の反応だから。若干、切れ気味にディータさんは答えます。私がいつ自己中なことを？仕事だって言われたことは、きちんとこなしています。何より私は A 子さんと B 美さんを、今のような優秀な社員に、育て上げた実績があるじゃないですか。それが傲慢だってこと？仕事だってイッチさんはきちんとこなすと言うけど、イッチさんの仕事ってミスばっかりだよ。その尻拭いを A 子と B 美さんがしてきたわけ。みんな我慢の限界に来たってことだよ。すべてイッチさんが自分で招いたこと。A 子や B 美、同僚のことを恨むとかやめてね。それを角違いだから。そう言ってディータさんと A 子は離れていったのです。私はただただ呆然と立ち尽くしていました。ディータはかっこいいところすべて持ってくね。ここまで言われたら、さすがにイッチも耐えただろう。性格云々より、単に仕事ができないことが、同僚としては不満なんじゃねえの？その上、A 子や B 美の扱いが雑なこともプラスして、周りからは評価されなかったんだろ。もう少し愛想があって、世渡り上手だったら、また変わったと思うけどな。入社5年で仕事できないとか、同僚にとっては迷惑でしかない。だけどきつく指摘すれば、パワハラだモラハラだと言われる時代。誰も本気で正してくれない。そんな中ディータはよく言ってくれた。って感じ。ここで一旦、イッチはスレを退出しました。スレ民からの鋭い指摘が刺さったのでしょう。2週間後、再びイッチがスレに現れました。皆さん、覚えていますか？会社でハブられているような気がすると、突したイッチです。ああ、空気が読めなくて仕事ができないイッチね。どういう覚え方？でも確かに的確な表現だね。ディータに強く言われて、呆然としたっていうところで終わってたよね。あれからどうなったのか気になってたぞ。私は会社内で完全に孤立しました。ちょうど新入社員が入社するタイミング、事務に一人、20歳の女の子が、配属されてきたんです。今まで3人で回していた仕事が、一人増えたことでだいぶ楽になると、喜んだのもつかの間、私にだけ仕事が回ってこなくなりました。仕事がないことがこんなに苦しいと、思いませんでした。7時間ずっとやることがなくて、座っているだけ。以前、A 子さんと B 美さんに、仕事を押し付けてサボっていたのとは違います。このままだと頭が狂ってしまう。私は密かに退職届を書いて、いつでも出せるようにしています。わかるわ、仕事行ってるのに無能扱いされて、仕事させてもらえない長い長い時間は地獄だよ。過労と同じくらいのストレス。別に辞めればいいんじゃない？それこそ給料泥棒って言われるよ。やりがいのある仕事だって、前の方で言ってたよね。でも今仕事をやらせもらえないんでしょ？だったらキャリアチェンジ一択。仕事サボりたい、から、仕事がなくてやりたい、に変わったのは、いい傾向だと思うよ。今の気持ちを大切に、はい、お疲れちゃん。時間は誰にでも平等。その中でいかに充実した時間を過ごすのか。それによって未来は決まります。皆さん今回の報告者について、どう思いますか？ぜひ、コメント欄で教えてください。2本目はこちら。視聴者の皆様、こんにちは。今回はスーパーの給水機で水を汲んだら、出禁にされました。
と嘆くイッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。突然なんですけど、私の話を聞いてください。昭和世代の方は、普通に水道水を飲んでいたそうで、びっくりしました。スレミンの方はどう思いますか？いきなり質問。別に俺は水道水飲めるぞ。腹だけは丈夫だからな。昔の人は水を買うってことが、信じられないって言ってたな。オイラは水自体が飲めない。いつもコーラだよ。人間の最後の生命線であるお水。引き水を特技とする人もいるくらい、お水にもちゃんと味があるんですよね。お水にも美味しい、まずい、安全、危険があるのは、周知のこと。お水一つで料理の味もガラリと変わります。私が神経質なのかもしれませんが、お水は浄水器なしでは飲めませんし、使えません。それはお水を買うことが、当たり前の世代ということもあります。日本の水は世界的に見ても、綺麗で安全だと言われていますが、やはり水道水は飲めません。今はマンションに浄水器が、標準設置されていますが、私の住んでいるマンションは古いのでないんです。仕方なく比較的安めではありますが、浄水器を後付けしました。浄水器ってピンキリだろ。俺の母ちゃんは親戚から、40万円で買わされてた。浄水器はカートリッジ交換があって、面倒くさいし維持費に金もかかる。日本人は完全に水道水は汚い、危険って、洗脳されてる気がする。確かにカートリッジ代はバカになりません。ついうっかり交換時期を、忘れちゃうこともあるし、だったらカートリッジ交換不要の、お値段高めの浄水器を思い切って買った方が、コスパがいいかもと思ったり、そんな大事な浄水器が、突然壊れてしまってパニック。私にとっては大事件。すぐに浄水器を新しく買いに行くのは、時間的にも物理的にもできません。そこで思い出したんです。スーパーに無料でお水が汲める、給水器があることを。今回はとことん水に関する話になりそうだな。主婦にとって、いや、人間にとって、水がないと何もできなくなるのはわかる。つまり、どうなったわけ？ズバリ結論から言ってよ。そのスーパーで出禁になったんです。それは面白そうな展開になりそうだ。神回の予感。万引きでもしたんか？なかなかスーパー出禁にならんぞ。詳しく聞きたいから、まずはイッチの自己紹介からよろしく。私は36歳の主婦。夫は8歳年上の44歳で会社員。そして4歳の息子の3人家族。至って平凡な生活を送っていました。私はもともと東京に住んでいて、勤めていた会社に出張で来ていた夫と出会い、遠距離恋愛を経て結婚。私は夫が住む地方都市へ引っ越しました。8歳年上の夫は、あまりモテてこなかったのか、彼女がいない年月が長かったそう。だからということもないでしょうが、使い道がないので、貯金だけは貯まりました。そして、結婚への武器として、29歳の時、4LDK の中古マンションを購入。この時点で中古だったので、私が夫と結婚した時はもっと古くなっていました。外観や間取り、設備がだいぶ時代遅れ。でも夫は賃貸でなく思い切って購入していたので、必然的に私たち家族のマイホームとなったのです。4LDK って広いじゃん。29歳でマンション購入とか、夫は高級取りか？東京から地方都市へ引っ越したら、だいぶ不便になるのは否めないな。イッチもギャップに苦しんだだろう。お金貯めてリフォームか、自分たちでリノベーションすれば？今流行ってんだろ？知らんけど。全国の地方都市が全てそうではありませんが、私が住んでいるところは、車がないと生活できません。マンションには2台分の駐車場が、完備されているほど、車社会の地域。一応、夫と私とで2台車を所有しています。息子の幼稚園は送迎バスがありますので、私が車を使うのは、スーパーへ行くときくらい。この地域のほとんどの人たちは、私も利用している大型スーパーを利用。食品はもちろん、衣類、家具家電など、すべてが揃っていて、飲食店もたくさん入っています。休日の時間つぶしするにも十分な広さと、バリエーション豊かな大型スーパーですから、なくてはならない商業施設と言えるでしょう。夫は中年と呼ばれる世代ですが、結構な体食感。それなのに全然太っていません。ジムに通っているわけでもなく、月に3回ゴルフに行く程度で、割と筋肉質。40歳の時に息子が生まれたので、周りには若いパパがたくさんいます。それでもこの前の息子の運動会の、親子競技で1位を取っていました。夫の自慢とか幸せアピールいらん。夫はゴルフが趣味とかやっぱり給料いいんだろ。イッチも金目当てで結婚したんじゃないの？じゃなきゃ、東京からわざわざ嫁ぐか？楽しいことすべてを奪われた状態だろ？
バカだなぁ、子育て以上に楽しいことないんだよ。子育ては仕事であり、趣味であり、娯楽だよ。だいぶ話が逸れてるけど、水の話はどこ行った？水の話ですよね。でも、いろいろと前置きしないと、理解してもらえないので、もう少し時間ください。夫が大食漢であるのに似たのか、4歳の息子もよく食べます。普通の4歳児より大きく育っているのは間違いない。そのため、食事が本当に大変なんですよ。実は私、結婚する30歳までずっと実家暮らし。母は私に手伝ってもらっても、足手まといになるからいいというので、家事や料理はろくにしてきませんでした。結婚するにあたって、一番資料していたのが料理。さらに言えば、子供が生まれたら、お弁当どうしようと不安だったんです。でも作るしかありませんから、まずかろうと、形が悪かろうと、見栄えが悪くても、とにかく、数をこなしていきました。夕飯のおかずは7品をノルマにし、自分自身も力を入れてきた部分です。結婚して6年。最近、やっと夫が料理を褒めてくれるようになって、私は報われた思いです。料理をしていく中で、一番私が気をつけたのがお水。私が東京からこちらへ引っ越してきた時に、水の味の違いに驚きました。東京の水に慣れてしまっていたので、逆にまずいと思ってしまって。でも夫から、この地方のお水は、日本で一番美味しいと言われている。だから日本全国の中で、一番水道代が高い。ということを聞きましたが、やはり水道水は抵抗があります。物心ついた頃には、お水を買うことがメジャーとなり、実家にも高い浄水器がついていました。キッチンだけでなく、家中のお水が、浄化されるシステムも導入。それが当たり前の生活だったので、夫のマンションに浄水器がなかったことに大抵抗。夫は水道水でいい、私は浄水器をつけて、と言い合いになったほど。妥協案として、安い浄水器ならつけていいよ、って落ち着きました。不満でしたが、ないよりはマシと降参したんです。夫は日本一美味しい水をタダで飲んでたんだもんな。浄水器は必要ないと、そりゃ思うわな。安い浄水器はあまり役に立たない。気休めだよな。高ければいいと思わないけど、ウォーターサーバーとかにしたら？けど、7品おかず作るってすごくね。一致頑張ってるじゃん。夫はご飯に金かけて、水には金かけたくないってことね。東京だから、地方だからってことじゃなく、単に育ってきた家庭環境や、価値観の違いだろ。価値観の違いが一番多い離婚理由だぞ。息子が生まれてから、さらに食べ物に神経質になりました。幸いまだアレルギーは出ていませんが、無農薬だ、無添加だ、ビーガン、菜食、いろんな情報が溢れています。全部把握したり、勉強するのは面倒くさいので、とにかく基本となるお水だけに集中しました。そうやって生活してきた私にとって、浄水器が壊れたことは、結婚生活の中で一番のピンチかもしれません。やっと本題に入るのか。女は無駄口が多いな。1から10まで説明しなきゃ気が済まない。一気は水を買うことが、当たり前の世代だって言うんだから、普通に水買ってくれば？いや、みんな思い出してくれ。一気は初めの方で、スーパーの無料給水器がある。って言ってたよ。記憶力いいね。一日中スレに張り付いてるからな。息子が幼稚園から帰ってくる前に、私は車でスーパーへ直行。冬に備えてポリタンクを買ったばかりなので、それが最適だと思い持っていきました。給水器は列ができています。やはり人気なんです。やっと無料給水器で水を汲み、なんだかほっとした気分。水道水の水を飲むなんて絶対に嫌。体に悪い。その日の夕飯時、夫に浄水器が壊れたというと、もういらないでしょ。今日の味噌汁も、いつもと同じ味だし、との返答。そやあ、給水器の水だからね。水道水じゃないから、と言い返したかったですが、夫は当てにできないと察知しました。どうせ毎日スーパーへは行くので、その時、給水器でお水を入れれば楽勝。どうして今まで気づかなかったのだろう。確か、スーパーの給水器の水は、どこかの山の湧き水を井戸から引っ張ってきていると、聞いたことがあります。安い、気休め程度の浄水器より、ずっと安心、安全、プラス美味しい。見つけちゃったんだね、無料なのに質のいい水を。ルールとかないの？だってこれじゃあ入れたい放題じゃん。水道代も浮くし、やっぱりスーパーは、主婦の味方だな。一致が車を使えることも大きい。ポリタンク満タンは、女性なら持ち歩けないよ。この日、息子のお迎えに、園バスが止まるポイントへ、いつものように行きました。私の他に A 子さん、B 美さんがいます。この地区は子供の数が少なく、幼稚園へ通う子も年々減少。
覚悟していたママ友も、少ない人数で済みました。A 子さんも B 美さんも、家が近いという理由だけで、バス停のポイントがたまたま同じだけ。いつも世間話程度で、それほど親しくありません。なのに今日に限って、二人でこそこそ、私を気にしながら話しているんです。気分悪いなぁ、と思っていると。一致さん、午前中毎日のように、スーパー行ってますよね。何の話？毎日、スーパーの給水器で、お水汲んでますよね。なんだこの含みを持たせた言い方は。水道の調子が悪いんですか？回りくどい。何が言いたいんですか？こういう女子あるある、やめてほしい。私立の女子中、女子校で、どんなにこれと戦ってきたことか。ママになって36歳になっても、まだ同じことの繰り返し？来たよ、来たよ、女同士のバチバチ。女の嫌なところ出ちゃってる。結構一致は強いね。都会から来たっていうプライドがあるんだろ。6年住んでたら、もう東京出身なんですっていうブランドでは、勝負できなくなってる。最近、話題になってますよ。毎日10時に給水器に来る女って。確かにスーパーがオープンしたと同時に、待っていた人などかき分けて、一心不乱に給水器へ向かいます。なぜなら、給水器は並ぶからです。いいお水の太鼓判を押されたスーパーの給水器に、主婦なら目をつけるに決まってる。ちょっと遅れただけで、結構な列ができていて、自分の番になっても、早くして、と、せかされ怒鳴られることも。それが何か問題でも、ついつっけんどんな言い方になりました。毎日スーパーに行くついでに、無料の給水器を使うことに、何の文句があるのか？そこへ幼稚園のバスが到着して、A 子さんと B 美さんとの会話が途切れました。私はさっさと息子の手を引いて、キロへ。毎日10時に給水器に来る女。徒競走でもしてんのかよ。一致はポリタンクにいっぱい入れるから、時間かかって、周りもイライラするんだよ。一致が鬼の形相で走ってる姿想像して、笑いが止まらん。次の日、いつものように10時ジャストに、給水器へダッシュ。すると男性の店員さんが立っていました。名札には店長とあります。まさか、給水器が故障でもしたのか？お米を炊くにも、お味噌汁を作るにも、息子の麦茶にも、絶対的に給水器のお水が必要。給水器使いたいんですけど、何かありました？お客様をお待ちしておりました。はぁ？つい間抜けな声が出てしまいました。他のお客様からクレームが来てまして、給水器をお使いいただくには、ルールを守ってください。別に他の人に迷惑かけてませんけど、店長自ら何のこと？暇なの？まず、店内は危ないですから、走らないでください。小さいお子さんでも守ってくれていますよ。お客様が強引に走るので、お客様に押されて転んだ、という方も報告されています。はぁ？それ本当に私がやったんですか？証拠あります？言いがかりも甚だしい。お一人様だけでなく、複数人から被害に遭ったと報告がありました。だったら給水器をもっと入り口に近い、便利な場所に設置してください。それと、3口か4口くらい、水が出るルートを作ってください。前々から文句を言ってやろうと思ってたんです。スーパーの奥の偏僻な場所にあるから、こんなことになる。それに一口で水圧も強くないから、ポリタンクいっぱいに入れるのに、時間がかかりすぎる。注文が多いな。その場所でしか対応できないんだろ。自然のものなんだし。一致は何様？無料なのに文句言える立場か。客が偉いとか勘違いするなよ。相当なクレーマーだな。店長が一目見て一致だって分かったんだから、ママ友が言ってたように、有名になってたんだね。それからポリタンクでお水を汲むのは、禁止しています。スーパー内で販売されている、専用の容器を使ってくださいと、ここに大きく張り紙があるでしょう？確かに張り紙はありますが、ボロボロで破れてる箇所もあります。だからあまり力を入れてないんだと。あんな小さい容器で足りるわけないでしょ。こっちは主婦なの。一日中お水使うの。スーパーの店長でそんなこともわからないの？じゃあ、この給水器はお飾りで、置いてあるんですか？もっと実用性を考えてくださいよ。ここぞとばかりに言ってやりました。近辺にライバルがないスーパーだから、お客様ファーストは二の次、油をかいてる。この給水器はお客様がスーパーへいらした時に、ちょっとお裾分けしてもらおうっていう、あくまでもおまけなようなサービスです。皆様が常識の範囲で、ご家庭でお茶を一杯っていう団らんの時に、このお水を使っていただけたらと、そのようなコンセプトで提供しております。店長の言ってることは綺麗事。
みんなタダだから組んで帰るだけ。それをさもいいことしてます。このサービスでみんなを幸せに。とか、おこがましいにも程がある。とにかく私はお水が必要なので、今後も利用させてもらいます。私は毎日、ちゃんと商品も買ってるんですよ。権利があるでしょ。申し訳ございません。他のお客様に迷惑をかける方は、うちとしてはご遠慮いただきたいです。私が脳内変換をする前に、お客様は当店でキンとさせていただきます。と言われてしまったのです。当然だな。いくら毎日商品を買ってるからって、それを無料の水でイーブンにすること自体おかしい。給水器を独占するようなやり方、どんだけケチなんだよ。自分さえ良ければいいって考えなんだろうな。散々家庭円満アピール。水に対しての勝手なうんちく。うざ、たかが無料の給水器ごときでできんなんて、どんだけケチなの？近辺にライバルとなる大型スーパーがないからって、ちょっといい気になってない？こっちはどれだけお金使ったと思ってるの？うちは夫におかずななしな。同じおかずは次の日出さない。息子には栄養バランスの良い食事をしてほしいから、夫と息子は違うメニューにしています。だから毎日食材が大量に必要で、利用してあげてたのに、この仕打ち。店長自らあんな接客対応しかできなくて、他のスタッフの程度が知れる。うわ、口悪。一致の本性見たり。お客様は神様精神、痛いねえ。これから買い物どうすんの？近場にここ以外のスーパーないんでしょ？いっそ引っ越せば？夫も結構給料良さげだし、浄水器完備の新しいマンションに引っ越しなよ。一致は多分この土地に合ってないよ。一致みたいなタイプ、この先、ママ友ともトラブル起こすよ。ここで一致は一旦、スレを退出しました。スレミンの言葉が刺さったのかもしれません。2週間後、再び一致がスレに現れました。皆さん、覚えていますか？スーパーの給水器のことで突した一致です。ああ、スーパーで金になった一致ね。スーパー使えなくて、さぞかし不便な思いしてるだろうね。その後どうなったの？この前の時点でママ友にも噂広まってたけど、スーパーは行けなくなったので、ネットスーパーで代用しました。でも自分で素材を手に取って確かめられないので、ハズレのような食品も中にあるんですよね。食材や調味料も取り扱っている種類に、限界があって、思うように料理が作れなくなりました。夫は露骨に、鮮度もないし味が落ちてると、言うようになって、私は正直にスーパーでのことを話しました。すると、知ってたよと。こんなに近所で噂になってるのに、俺の耳に入らないわけないだろ。だったら引っ越さない？こんな古いマンションじゃなくて、3DK 程度でいいからさ。パパの職場に通える範囲で探そうよ。息子の幼稚園は転園になるかもしれないけど、子供はすぐに仲良くなれる生き物だし、夫の職場を考慮しても、もう少し便利な都会に住みたい。通勤2時間くらい夫も耐えてくれるはず。お店も多くて、活気があるような街なら、リスタートできるでしょう。一致は知らないと思うけど、今年やっとここのマンションのローン、返し終わったんだ。ここは俺が必死で働いて手に入れた俺の城。引っ越すなんて論外だね。嫌なら出て行ってくれても構わない。もちろん息子は俺が育てる。この日を境に夫とは口を聞かなくなりました。私がスーパーへ行かれないからと、同じ地区に住む義母が手伝いに来たんです。義母は現役で車の運転もするので、私の代わりにスーパーへ行き、料理も作るようになりました。完全にこの家は姑に乗っ取られた状況。姑はあからさまに私を邪魔者扱いし、息子も手名付けました。思えば夫がこの土地にマンションを買ったのも、実家が近いからだと言っていたことを思い出しました。同居は嫁が嫌がるだろうと、あえて実家の近くのマンションを購入。まんまとその手に乗った私。私がこの家にいる意味って。姑が来ちゃったらもうゲームオーバー。俺の母ちゃんでさえ俺が結婚したら、嫁をいじめない自信がないって。その前に彼女いるんか？一致は土地に馴染めなかったんだろうな。8歳年上ってことも、ジェネレーションギャップあったんだろうし、難しいことあったのかも。いい妻、いいママになろうと頑張りすぎたんじゃね？でも、スーパーでの一致が本当の顔なんだろ。はい、お疲れちゃん。一致の反省や心がけで、まだ元に戻れる気がします。それにしてもお水一つでこんな展開になるんですね。皆さんは今回の報告者について、どう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。